まっちゃんのサバイバルスペイン語講座始まるよ。ワムソフが。こんにちは、まっちゃんです。こちらスペインをマラガからお送りするサバイバルスペイン語講座、今日もどうぞよろしくお願いいたします。今日冒頭でまるちゃんがシャマにね、バムサフがっていう風にね話しかけておりましたが、どういうことなんでしょうね。こちらまるちゃんのサバスペ講座では、私のスペインでの日々の生活をもとに、楽しくレアなスペイン情報と簡単で必ず通じるスペイン語を、ね、皆さんにどんどんお届けしておりますよ。ぜひですね、チャンネル登録をねプチッとしていただいて、私と一緒にねスペインへの海に向けてね楽しくお勉強していただければ嬉しいです。ということでね、今日はねあれでございますよね。今日はちょっとね、フトゥーロ、将来のね、ことをね、行動を表す時の言葉、これ便利な言葉なんでね、これをぜひ皆さんにね、お伝えしておきたいと思いますよ。これはね、私最初にね、バーモスアフガールというふうに言いましたね。これはバーモスアというのは、これバーモスはね、イールという動詞が変形しておりますけども、イールア、何々、この何々の部分は動詞が変形しないね、形のものでございますよ。例えば、コメールとか、ベベールとか、ドルミールとか、そういうね、変形しない動詞。これを後ろに、このイールア、何々というふうにつけるとですね、これは未来を表す言葉になります。これね、私も実際にね、語学学校入ったばっかりの時ね、最初やっぱりでしょ、現在形から始めてね、話がいつも現在の話ができないなという時に、これを習ってね、ちょっと目から鱗ということでね、もう未来のね話ができるということ、ちょっと嬉しかったのを覚えていますよ。それでね、ちょっと今回もねこれをご紹介してみたいと思います。これはですね、ボイヤアブラね、ボイヤアブラソブレ、ボイアブラルということでしょうか。これはね、ボイアブラルっていうのは、何々について話しますよ。ソブレっていうのは何々について話しますと言ってます。何を話すのかって、ボイアブラルということでございますね。ボイアブラルについて、ボイアブラルということでございますよ。何言ってんでしょうかね。これはまず、イールという動詞があります。これはまあ、行くとかね、何々、まあ、するとか、まあ、こういうもん、これも、アホのようにたくさんの意味がありますけれども、今回は、これは、イール、あという前置詞を後ろにつけましてですね、で後ろにその動詞の原型をつけると未来を表す言葉になるということでございます。でこのね、イールのね、ちょっと現在形のですね活用を今回ちょっとね、少しだけ見ておきましょう。これね、例えばジョ、私はボイアコンプラルパン、ボイアコンプラルパン、私はボイね、ジョボイアコンプラルパン、パンを買いに来ますということでございますよ。次に、トゥ、あなた。あなた、バスアコシナルパエージャ。バスアコシナルパエージャ。というふうに言っております。これね、あなたは、パエリアを料理します。というふうに言っております。命令じゃないですか、これね。命令じゃないですか。次に、これはね、エルとかエージャとウステという時に変化する場合は、バという言葉がありますけども、こちらは、エル、バア、エストリアル、エスパニョール。ね。これ、エル、バア、エストリアル、エスパニョール。というふうに言っております。エスパニョールね、これね、スペイン語ということでございますよ。これね、彼は、スペイン語を勉強を始めますね、勉強しますということですよ。次に、ノソートロス、これは私たちということですけど、ノソートロス、バモスアパセアルエスタタルデ、バモスアパセアルエスタタルデ、私たちは今日の午後お散歩に出かけますというふうに言っておりますね。バモスアですよ。次に、ボソートロス、あなたたちはということがありますけど、これね、スペインではこれはボソートロスという言葉があります。多分ね、南米の方に行くとちょっと話がね、ちょっとわかりません。もしかしたら使わないかもしれませんけど、スペインでは使いますのでね、お勉強しておきましょう。ボソートロス、バイスアカンタルエスタカンション。ね、クラスか何かで先生、これ、あなたたちは今回このね、発表会か何かでね、この歌を歌いますよという感じでね、バイスアカンタルエスタカンションということでしょうかね。バイスね。次にこれはね、エージャス、ウステですね。これはね、これは三人称の複数形ということでしょうか。そういう場合は、エージョス、バン、アル、バンね、バン。エージョス、バン、ア、イル、アルシネ。イル・アル・シネね。バン・ア・イル・アル・シネというふうに言うと、彼らは映画館に行きますという言葉でございますよ。こんな感じでね、簡単にね、ちょっとこれ、活用を覚えてしまえば、簡単に未来をね、表せるということなんで、まあ実際にね、その、イールを使って普通の未来形というのもあります。イレとかイラスとか、イラというふうにね、あるんですけど、これは今回ちょっと置いといて、イール・ア・何々で表現をしてみたいと思いますね。このね、今ご紹介しましたけど、その動詞ね、まあ、動詞は変形、活用しない、そのままの状態の
動詞を後ろにつけるというふうに言いましたけれども、その動詞がもしかして再起動詞だった場合、ちょっとここはねちょっとだけややこしくなるので、これもご説明しておきましょう。これはね、以前にもね、動詞、再起動詞についてちょっとだけお話した動画があります。それをちょっと参考、この辺見ておいていただいてですね、これは例えば、レバンタールセ、ね、レバンタールセという動詞があります。起きるね、起き上がるという言葉でございますけど、これをね、ちょっとその先、今みたいに、ジョ、何々というふうにね、ちょっと変化させてみましょうね。これは、ジョ、ボイア、レバンタールメ、ボイア、レバンタールメ。というふうになります。この背の部分が目になりますね。ボイアレバンタール目で、あなたとバサレバンタール手、バサレバンタール手ね。でエルかエルエジャ、そしてこの場合はバーレバンタール背、これこのままね、背がそのままの状態でバーレバンタール背というふうになります。次にノソートロス、私たちはバモサレバンタールノス、バモサレバンタールノスというふうになりますよ。次にね、ボソートロスね、これはバイサレバンタールオス、バイサレバンタールオスということでございましょうかね。次にね、これはエジョス、エジャス、ウステデスという場合、これはバンアレバンタールセ、バンアレバンタールセというふうになりますね。こんな感じ、ちょっと再起動詞の場合はね、ちょっと後ろのその背の部分がね、変わってくるんで、これをちょっとね、覚えておいていただきたいと思いますよ。でね、この際、ね、最初に、その未来をね、表すというふうに言いましたけど、どういう未来を表せるのか。これもちょっとね、いくつかタイプがあるんでね、これもご説明しておきましょうね。これ、例えば、これもフトゥーロね、プロキシモって、今から私がやることを、皆さんがやることを、あなたがやることをね、の時に使えるということでございます。さっきだったらね、ボイヤコンプラーパーンというふうに言いましたけど、今からパン買いに行きますという感じですね。これ、例えば、ボイヤジャマラミノビオ、ボイヤジャマラミノビオ、ね、これはこうですね。ちょっとこうですかね。こんな感じで。で、これボイアジャマールというふうに言いました。ボイアジャマルアミノビオ、ボイアジャマラミマドレという感じでね、これは今から電話しますということでございますよ。次にね、これは、友達がね、お家に遊びに来てくれて、旦那さんが家にいるもんだからね、あらら、彼、あれなので、お家にいらっしゃるのなんて気を使ってくれる。のばさが、バーサリラオラって、バーサリラオラって、これから出てきますという感じでね、寂しそうに答えるということでございますよ。バーサリラオラね、バーサリーね、で、その出ていく旦那に向かって、旦那じゃない、ね、ご主人様に向かってね、バサトライラタルタ、バサトライラタルタという感じでね、ケーキ買ってきてくれるんでしょうね、というふうにね、念押しをしているということでございますよ。これね、バサトライラタルタというふうに聞いておりますよ。ケーキ、タルタ、ケーキね。次にね、お友達、大学でお友達に会ってね、次の授業出るかどうかね、確認しようと思ってね、バイサーシスティラクラセ、バイサーシスティラクラセというふうに聞きました。クラセっていうのは授業ですけどもね、これ例えば、バイス、これはな、あなたたち、バイスはアシスティール、これは出席するとか参加するという意味でございますけど、次の授業出んのって、もし出ないんだったらちょっとお茶でも飲みに行こうよって言いたいところでございます。学生はね、本文は、ありがとうございますよ。お勉強ということですからね、これまあちゃん自分に行かせておりますけどね、昔のことね思い出し、もう全然勉強しなかったあの頃に戻って、まあちゃんも本当に反省しておる次第でございますよね。後悔先に立たずからね、勉強するときは勉強してくださいね。バイスアシステラクラセなんて言ってないでね、ボイアシステクラセという感じでお勉強してくださいということでございますよ。例えばね、ちょっとお給料がもうどんどん下がってこれはいけないということでね、みんなでね、お仕事場の仲間、職場の仲間と一緒にちょっとこれはいけない、社長に文句言いに行こう、社長に文句を言いに行こうということでね、こういうふうに言いますよ。バモスアセルウナマニフェスタシオン、マニフェスタションの講義をね、バモスアセルウナマニフェスタション、講義しに行こうと言っておりますよ。パララレビンディカションサラリア、これ難しい単語、これなんでこれを選んじゃったんでしょう私は。バモスアセルウナマニフェスタション、パララレビンディカションサラリア、ということでございましょうか。これはね、給料を上げろと交渉しに行くぞということでございますよね。その前に仕事がないとということなんですけどね、レビンディカションね、これは難しい。レイヴィンディカションサラリアルというのは給料をね、上げろという交渉ということだそうですよ。ね、これをやりに行こう。マニフェスタション。
ね、マニフェスタションね、いろんなマニフェスタションがね、ありますけどね、スペインいらっしゃってね、なんかこう、マニフェスタションとかね、やってる大通りとかね、ついていかないでくださいね。危ないからね、危ないから気をつけてくださいね。今のはね、そのフトゥーロプロクシモと言いましてですね、まあ、今からやります。実際にやるというもう決まってて、これから今すぐやるよということでございましたね。次にね、ご紹介するのは、これはね、もう何か計画、プランって計画ですけど、あとプロジェクトね、何かを実行するという、もう強い意志があったりとか、もう実際に決まってること、決まってる、まだ先のことなんだけど、決まってるから、もうこのボイやなんとかという言葉を使うということでございますよ。例えばね、私のね、今のレシデンシャ、タルヘタでレシデンシャって、居住許可証が来月で切れますね。そういう時に、エルメスケビエネ、エルメスケビエネと来月ということでございますけど、エルメスケビエネ、ボイヤーレノバー、ミタルヘタでレシデンシアというふうに言っております。これ、なんで、普通の未来形にしないのかということでございますけど、もう実際にちゃんと予約も取って、日にちも時間も決まっているので、ボイヤーレノバールというふうに言いました。もうこれはもう確実なことなんで、その日は何がね、何があってももう雨が降ろうが、もう槍が降ろうが、何が降ろうが行かなきゃいけないということでございますよ。こちらね。El mes que viene voy a renovar mi tarjeta de residencia ということでございますよ。次にですね、El año que viene、これはもう来年の話でございます。来年の話なのに、それをね、バというのを使いますけど、バイスね、これはバイサカサル、ね、バイサカサロスのというふうに言います。これはね、ちょっとここにね、幸せなカップルがいらっしゃって、この間ね、結婚式の日取りを決めてこられたということでね、エラニョケベネバイサカサロ、カサロスのという感じで聞きましたね。これは、あなたたち来年結婚するんだって、このノーは何々なんでしょうという時のノーでございますよ。これね、エラニョケベネバイサカサロスのという感じでございましょうかね。この幸せが来年まで続くんでしょうかということでございましょうかね。次に、あなたの息子がね、息子さん、私の息子がね、ね、こういうふうに言っております。Mi hijo dice que de mayor voy a ser cantante. ね。De mayor と将来ね、大きくなったら、僕は大きくなったら voy a ser cantante、歌手になるよと言っておりますよ。これどんな歌手なんだか知りませんけどね。まあ、とりあえず、ね、聞くだけ聞いておきましょうね。Mi, en este verano、ね、この夏ね、vamos a ir a Japón。ね。これ、私は行きませんよ。行きませんけどね、実際にもしかしたら日本行きのもうね、飛行機のチケット買ってらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんね。そういう時は、vamos a ir a Japón este verano という感じで、もう皆さんに自慢をしてくださいということでございましょうね。無事に行けるといいですけどね。まあ、どうなることやかちょっとわかりませんけどね。無事にご旅行を祈っておりますよ。次にです。La semana que viene。La semana que viene ね。Semana que viene van a viajar a Alemania というふうに言っております。彼らは、La semana que viene van a viajar a Alemania。これももう実際にチケット取っててね、ちょっとお仕事で行かなきゃいけないということで、バンアビアハルアレマニア、ドイツに旅行に行く、もうそれはもう決まってるということだそうですよ。これがね、今お伝えしたのはもうちょっとまだ先の話ですけども、実際にもう日にちが決まってたりチケットを買ってたり、もう実際にもう必ず行くやるという強い意志があるというタイプのフトゥーロね、未来ということでございました。次はですね、これはね、中の予言というか、ちょっともしかしたらそうなるんじゃないのというような時に使うタイプね。これは、例えば、ミラフエラ、ちょっと外見てって、これは、なんか真っ黒じゃん、これどうしたのって。バージョベール。なんかね、もう、偉そうに、もう、タロット占いのおばさんみたいに言っておりますけど、バージョベール。見たらわかるじゃん、真っ暗だからね。バージョベール。雨降るわよ、これ。っていう感じでね、言うということでしょうか。これはもう実際に見て、なんか起こりそうだな、という時に使えるタイプの、バー、ね、ということでございますよ。バージョベール、ね、ということでしょうか。ついにね、これは、あなたの旦那さん働きすぎよとね、また友達が言っております。トゥマリードトラバハデマシヤとね。確かにそうです。もう朝から働いて、もうずーっと夜まで働いて、また家帰ってきても働いてね、もうずーっと働いてね。で、こういう時ね、トゥマリードトラバハデマシヤと。バーインフェルマール。バーインフェルマール。病気になっちゃうわよ。気をつけてあげないと。ということでしょうか。バーインフェルマール。ね。そのままね、ちょっと仕事ずっと今みたいに続けてると病気になっちゃうわよ。というようなことでございますよ。次にね、これ最後にね。ノストラ・イポテカ・バー・テルミナル。2040ということでございます。これはね、イポテカと、これは住宅のローンみたいな抵当権、抵当をね、入れて組んでるということでございますけども、私たちのイポテカね、このイポテカは、これ住宅ローンは2040年に終わるわ、というふうに言っております。もう
だいぶ先の話でございますけど、頑張ってね、払っていただきたいということでございましょうか。今日こんな感じでね、イールア、何々と動詞ね、を使って未来形をちょっとね、作ってみましたけど、いかがだったでしょうかね。こんな感じで、この人はもう、こういう感じで、バー、ドルミル、アキ、タノチということでしょうかね。こんな感じでお伝えしてみました。いかがだったでしょうか。また次回もね、サバイバルで楽しいお勉強してまいりましょう。今回もご視聴大変ありがとうございました。チャンネル登録、あと高評価ボタン、あとコメント、あとね、ベルマーク登録ね、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまたこちらマラガでお会いいたしましょう。さよなら、アディオス、アスタバイゴ。